皆さんこんばんは、粟井圭介です。本日、2024年1月の20日21時58分なんですが、昨日本当はサッカーの試合終わった後、いつものようにこういうふうに録画して、メッセージ、試合の状況と、なぜ負けたかっていうようなところ、を録画してたんですけども、試合終わった後ね、外からごちゃごちゃ出てくる連中とかいて、なんかこう、日本代表の選手や、もちろん森保監督だとか、関係者とかファンの皆さんへ向けての、解説みたいなものだったはずなのに、なんかもう録画してるうちに、もうそいつらに対してほんともう腹立って、そいつらに向けて文句言ってるような内容に変わっちゃったんで、もう一回ちょっと撮影し直したいんですけども、もちろん、その時は試合中だから、もう僕、ほぼ、まず、昨日の試合、まず笑ってないのと、年末のね、ボクシングの試合などでもしっかりと証明されてますけども、その日に、ゲームをして遊んでいたとしても、遊んでる時間があったとしても、遊んでる時間は言葉の組み上げで、もうコンピューターわかってるから、その時間帯は休憩時間であると。そういうことを言っておけば大丈夫なんですよ。だそれを踏まえた上で昨日サッカーの試合に取り組んでます。で、ちゃんとモニター見てます。テレビの画面つけた時にね、ちょうど5、4、3、2、1、0とこう試合開始するまでのね、そのカウントダウン。で、試合の勝ち向けに取り組もうと。当然勝ちに行こうとしてたんですよ。最初のうちはね。だけども、解説席はね、すごくやったらと、イラクのサポーターの人たち、要するに、イラクの、国の人たち、もしくは、ちょっとぐらいは、イラクを応援してあげようと、カタールの人たちとか、足運んだ人たちが一部いらっしゃるかもしれない。国が近いですから、仕事の往来とかで。で、やたらと、日本の解説人がね、そのイラクのサポーターを褒めるんですけど、よく見たら髪の毛染めてる人ほとんどいなくて、ね、日本選手ね、ある程度、もしかしたらコンピューターが合成グラフィックを使ってるかもしれない。だけど僕は、東野選手がね、晴れの整骨院、もう髪の毛染めて来てるの見てるし、で、もうそことかかったらあかんから、そこもエロ業界でもともと運動から、本当に。で、本人たちが言ってたから、介護職の連中が、本当に。で、もともと、今まで何回か言ってるから、ちょっともう、1956年から売春防止法が出来上がって、政府、上層部が今までっていう話はもう一旦省きますけども、もともと、そういう時代だったっていうところもあるんですけど、その、髪の毛ね、その、髪の毛も、ルール、法のもとに平等で僕も物事組み立てるから、向こうも聞こえてるから、審判団とかも、分かってるから。方法分かってるはずだから、だから、それ、多分もう途中からね、正直こう思ったんですよ。もう今日の試合引き分けでええわって。本当に。だって、日本人選手みたいな髪の毛、その、海洋基本をやらせる人たちいっぱいでしょ。スタジアム見てもね、日本で、駆けつけた、その、多分家族さんですかね、関係者の人を。中には髪の毛染めてる人がいる。で、かたやイラクに立ち入った髪の毛染めてると、見当たらへん、全然って。あ、もうこれ、イラクの勝ちやわって最初思って、もう、その辺のところへ、試合が進んでいって、で、正直、それ原因じゃないかなって思ってるんですけども、最初、前半ですぐに点取られたじゃないですか。もうそりゃそうなるわって正直思いましたから。めちゃめちゃ日本人で、ただ試合進めていくうちにね、やったらもう最初開幕の選手って出してくるじゃん。ただ途中から気持ちがもうこんなもんどっちもどっちやわれて、そういう形になるんですよ。どうしてもサッカーとしてのルール守んなきゃならないから、もともとこう手でね、こう無理やり押しのけたり、出た、イラクの選手後ろからだけつく映像ちゃんと出た。いや、いましたよなって、もう自分の目で見てるから、リプレイの映像赤いやりすぎユニフォームを引っ張ったのに、本日選手
もうとにかく今日の試合引き分けにはせなあかんっていう形ですぐにチェンジして、で試合もうまずは1点同点にいって、で結局前半で2対0になったでしょう。でその、まあ、今までの傾向としてこれ野球もそうなんですけども、最初の方のイニング踏ん張っていた時に後半相手にも同じような負荷がかかるんですよ。耐えてきた分相手はそれを耐えきれるかどうかとか、いろんな部分があるんです。それだけじゃないんですよ。一つのやつじゃなくて、他にも法律的な内容とか、そういうものをいっぱい組み込んでますから、僕の場合。で、そうじゃないとダメだって思ってるんです。その、法律をしっかりと守んなきゃならないって。それがなかったら、なんで悪いになっちゃうんですよ。昔もそれヨーロッパのサッカーに対抗して、ある程度結果出してたんですよ。それ引っ張るとか、だからね。ワールドカップ2022年の、12月の、ドイツとかスペイン戦で、初回の3回も押してきて、で、日本人選手、ちゃんとシュートを決めれてるでしょ？あれは、ドイツ人選手が、ね、おかしなことしてるでしょ？ルール違反してるでしょ？3回も背中押してるんですよ。同じチームメイトのキーパーが頭おかしいなって。股の下ガラキやったでしょ。普通あの角度って、どんなシーンを今僕は言ってるかって言ったら、右サイド、日本が攻めてる側でね、右サイドから上がっていってシュート、だからキーパーの立ち位置とゴールまでのその角度はね、正直キーパーが普通にこう立っていてね、まあ、手をやや上に上げていれば、あと手の上から上にボールが来たとしても手の上からゴールポストまでの距離しかないじゃないですか。で、横はもう角度ないんですよ。じゃあ、あともう股の下じゃないですか。じゃあ、膝を内側に、こうね、こう、膝を内側に入れて、ボール1個分通らないように、せめて股の間ぐらいは、って。その、膝から下のところは締めようがないけども、そこ締めすぎたら今度、そこまで行くとちょっと横開くから、絶対普通そうだと思うんですよ。で、手をちょっと横に、上か横にちょっと広げる、どちらか。そこは、来たボールに対応して、すぐ、ね、手の横を通るんであれば、手の横だし、上の方行くんだったら、すぐジャンプして、っていうキーパーが動きすりゃいいんだけども、またガラ空き。後ろ、チームメイトが3回もディフェンス押してるやついるから、キーパーまでおかしくなるんですって。だから、フェアプレーっていうのはそういうところもあるんですよ、本当にこれは。世界中の選手が覚えなきゃならない。ビデオ検証したら全部当てはまるからびっくりすることに。で、その引き分けでいいって思った部分もあったのかもしれないですけども、まあ、安全のお祈りはちょっとしてなかったんですよ。僕の方でね。ある程度意図してる部分があって。それ、ある程度の時間、体からお祈りしてなかったら僕の場合どうなるか分かんないですよ。その夜中の試合まで無理やり起こされるケースになってくるのかどうか、安全性の担保のためだけに本当にだからそれがあるから良い結果が出せるみたいなところとかもあるんですよ。もう要素は一つじゃなくてものすごくたくさんあるんですよ。それを僕は徹底的に全部埋めていこうとしたりして他の追跡を許さないような内容に組み上がってきたりするんですけども、ただ昨日の試合はなんかスタンドだった時に、あ、もうこれ日本人の負けやわって思ったんですよ。日本人、一般人の人たち、髪の毛染めてる人たちいっぱいいるでしょ。まあ、これで勝ったら勝ったんで、こっちも肩なしというか、あいつ、自分のところの国、ほら、髪の毛染めてる人間いっぱいいるのに、あいつ、こっちに来よったんでってなるでしょ。もう、この試合、ね、もう最初は、もう負けてもしょうがないわぐらいの気持ちになったんですよ。もう日本人の負けやわ、これはっていう気持ちに。で、だけど、相手チームがね、やったら後で使うとかあったから、で、後半空いたでしょ。で、もうとにかく引き分けでいこうと。勝ったら勝ったで、今日の試合多分まずいわって思ってた。もうそういう気持ちに なってしまったから、もう引き分けでいこうと思ってたんです。だから、PK あったでしょ。あれは、これも、審判の人にも僕の言ってる内容を最初からね、この動画、翻訳して聞いていただきたいんですけども、あれはね、完全にペナルティキックですよ。後ろから選手行ってるもあるんですけども、審判の人から見たら、あの角度は後ろから見てるから、後ろからの映像だったら確かにボールに足が行ってるように見えるんですよ。だけど、真横から見たら明らかに日本の選手の、太ももに最初当たっていって、それからボール行ってるから、
あれでペナルティーキック取らなかったら、それはそれでサッカーが FIFA のルールめちゃくちゃになるから、ワールドカップ。ね、昔のあの神の手ゴールみたいになるから、あれ、完全に反則やから。あかんよ、あかんよ。アルゼンチン、レッドカードあんなところでそんでね。手でゴールして、決勝って、あかん、今のゴール、なしなし、まだ、もう、よっぽどふざけんかったら、あんなとこ。わかるでしょ、サッカー選手してても、そんなやついるわけないでしょ、このバレーボールじゃない。お金動いてるから。行くよ、今の僕だったら動くよ、多分インターポール。世界中インターポールの傘下ですからね、警察って。で、今、日本でね、自民党が徹底的に絞られてるでしょ。でやっぱり、万博の件とかもあるみたいですよ。もう、ある程度の時期で、去年の時点でね、もう岸田さんも僕からの未来からの時間軸でね、万博のチケットの件もありますかって聞いたんですよ。そしたら、あるってちゃんと言ってるんですよ。まあ今みたいにはっきりした口調じゃなくて、腕もちょっと巻いてる状態で、その今、何ももう、副大臣とかいっぱい捕まりようでしょ、その、で、その、まあまあ、さて僕は横領だな、河川水門開始ダム発電ね、加古川編。YouTube 一覧表のところで、加古川編の2のところで、もう最後の方に、その高速道路万博用に、こんなところまでどうしようかっていうところで、まあ、めちゃくちゃ高いから、高速道路。もう、ある程度、数キロの距離でもう何千億ってかかるから、本当に。高速道路めちゃめちゃ高いから。普通に考えた方がわかる。あんなものすごいものを作ろうと思ったら、それ金かかるに決まんと。本当に。常識持ったらわかる、本当に。何年もかかるから、工事だけで。あと、資材とかね。で、もうそれでも、僕、めちゃくちゃ怒り始めて、エネルギーもない言うとんのに、本当に、もう100人ぐらい起訴せーってめちゃくちゃ怒ってるんですよ。国訴の方やられて、刑事件やられて。で、正直ね、その、ニュース見ていてね、いろんな件が出てるときに、まあ、東京地検、人とね、心の声というか、まあ、頭で考えた方というか、まあまあ心の声でもいいと思いますよ。こちらね、もうテレビでちょっともう寝転びながらね、ここちょっと腐されたような感じで、もうどうせ行政訴訟法で総理が棄却してるんですよって、行政訴訟法の中でね、裁判になった時に総理が棄却できる法律があるんですよ。だけどもそれとは違うルールがまたあって。それだったらこっちから襲われて、東京地検の人はっきりビシッって言ってるんですよ。もともと田中角栄っていう総理は捕まってるんですよ。わかりますか？だから法律の世界って一法律で動くやつが一番危ないから、何でもできると思ってたら無理やから。そこ、最悪、その裁判所の裁判官に大真面目な顔して言われるから、あなた常識をお持ちですかって。真面目に答えなかったら、ちゃんと正解の方の答え言わんかったら、人格破綻者なんかで扱われたらもうとんでもない目やんか。本当に。もう何もかも終わり。国会議員としてもそうだし、最悪5年間仕事できない方になるかもしれない。暴力団員扱いで。まあさすがに今回の件で暴力団扱いはないとは思いますけど、まあわかんない。どんな件が出てくるかわかんないから、そのね、三井銀行がね、もともと昔、ね、神戸市の三宮の、神戸市役所よりもちょっと北の方のところで、ね、ややこしそうなところ。で、そこでキャバクラ開いていたと。で、従業員が働いていたと。そこ僕に見つかって、国会まで話し上げられて、ね、旧三大財閥って、なんかもうそんなすごいところには誰も勝てないような気するでしょ。それで三井住友合併させられてるんですから、銀行。で、また同じやつが働いてるの見つかって、最初から黒着せられて受付にいるんですけど、そいつに印鑑をさせて、証拠あるから。お金借りたわけじゃないんですよ。他の書類でも必要な時は必要になるから。まあ、サッカーの試合に戻しますけども、ちょっと、ペナルティーキックの話に戻しますね。そこ重要だから。本当
方は、もうこれが審判の人、もう国際スポーツ司法裁判所でも、没収試合にはしなくてもいいんですけども、ああいうケースは絶対、ペナルティーキックっていう形にしなきゃならない。本当に。真横からの映像ちゃんと見なあかん。完全に先に足に行ってるから、絶対、後ろからって絶対無理ですから。だから、ね、フリーでシュートされたら、さすがにあの状況で、もう前ディフェンダーいないでしょ。もうキーパーと1対1だから、それ、ワンタッチでもシュートでも、ほぼほぼ点取れるでしょ。ほとんどの人が。だからもう、向こうもね、点取られたくないから、もうダメ元で、もう PK になってももうしょうがないやで、もうああいうふうなプレーしてるんだから、そこちゃんとペナルティーキック、ちゃんと適用しなきゃなんない。そこで審判がそんな行動をしてたら、ね、スキンヘッド頭丸めてるからって、そんなホイッスルの笛の吹き方したらお金動いてるんですから。ね、日本のプロ野球界でも審判が、ね、何週間も出場停止とかあるんですよ、ちゃんと。だからボーナスとかが、ね、支給されている人たちはそれ影響出てきますよ。当たり前ですよ。どこの会社もそういう風な形でね、行政だってそういう風に動いてるんだから、行政の人たちが罰せられた時ですよ。どこの世界でもそうなんですから。僕の心の声は、審判の人にね、頭丸めてた人に、いや、今のはもう横から言ってるから、もう全然ペナルティーキックですよ。って伝わっていて、向こうは OK って言ってるんですけども、全然分かってんない。もうコンピューターに乗っ取られても違う声が聞こえてるんだったら、普通に考えた方がわかりやすいし、早いし、その AI がね、その映像加工云々の話とかもあるけども、角度的にあれは絶対無理やから、当たりにいかんかったら無理やから、本当に。そこでペナルティーキック取らんかったらみんなそれで止めに来るから、もう試合めちゃくちゃになる、本当に。もう無理やり、ボールに当た、あ、もう、ボールに行ってる風に見せかけて、本当はディフェンダーも分かってるから、あ、もうこの角度から足出しに行ったところで、先に選手に足が当たるだって、あんだけ毎日サッカーしてたら分かるはずだから。だって、僕がサッカー、招待連とかでね、してた時、分かってたもん。世界中のサッカーのね、少年たちが、ね、もう、中学生、高校生もそうですよ、小学生もそうですけども。もう大学生もそうですけども、あんなジャッジの仕方して、あの人年収いくらもらってるのって言われて、皆さんいいな調べられますよ、本当に。もう引きなさいっていう話になりますよ。もうダメよって、そんないい加減のジャッジするんだったらって、これ親善試合じゃないよってね。もう僕厳しい時、もうこんないい加減なジャッジ何回もするんだったら、外国の試合で僕言ったから、本当に。なったから。仕事はぐらず。本当に。どんな声が聞こえてきて、コンピューターうんぬんとか、そのこと、その以前にもっと大事なことがある。みんなが見てる前で、その不正を見つけたとき、それを審判がスルーだけは、これ絶対したらあかん。本当に。あなたね、まあ審判の方に向けて今言ってるんですけども、あなた弁護士さんなしで裁判したことあります？僕はあるんです。で、訴訟費用の救助申請っていうものがあるんですけども、勝訴の見込みがあるときだけ裁判始まるんです。それある程度書類ちゃんと書かなかったら通らないんですよ。裁判始まらないんですよ。それ僕3件もあるんですよ。それ、弁護士はなし全部。で、一人は公務員の主査。その後、精神病院の医者にさせられてる。あまりさんと同じぐらい頑張るようにとか、いろんなこと行動裁判所まで挙げて。途中で、まあ、他にもいろいろ出てきたから、期間間に合わなかったから、違う、精神病院に入院させられた、僕はその時。それで隠蔽を図られようとしたの、秀和株式会社の件と同時、秀和株式会社も、その辺行政と繋がってた可能性ある。だから、竹永さんとか、咲田さんとか、その店長とか課長してた警察官の人たちも、その件は知らないかもわからない。山口隆っていう名前で、働いてた。まあ、そのものは、まあ、そのものも警察官の制服で、そこはあれは警察署に見たことあるし、そもそも秀和株式会社の矢野秀和っていう社長だった人も、後ろ姿しか見てなかったんですけども、あれも警察署でね、あれって思ったんですよ。もしかして社長までって思ったんですよ。警察官だったのって。で、
その矢野秀和さんが、秀和株式会社の社長の時に、両サイド警察官に抱えられて連れて行かれるところ、もう映像で見てるから、その僕はね、その長時間労働をさせられて、370時間、しょっちゅうさせられていたから、ね、一月、半年間ずっと。で、他、店長とかもさせられていて、だから店長も元警察官か、その後警察官か、その警察官として秀和株式会社に働きに来て。話めちゃくちゃ表だったらものすごいニュースになるの絶対確実だって、その警察官とかは店長していいですよ、370時間労働時間させるでしょ。僕は交通事故を起こす前に、そのまあ2006年から7年にかけての冬場、11月、要するに、2006年の11月、神戸市のね、スマックっていう区があるんですよ。そこにスマ店っていう店舗があるんですよ、秀和株式会社で。1ヶ月のうちに3台も横転事故を起こして、居眠り運転で、あの急な坂下っていくところで、もうめちゃくちゃ、その時点でもうすぐに警察が飛んでくるような話だから、本当はおかしいおかしいおかしいって、ここの会社おかしい、1つの店舗ぐらいで1月3回も大きな事故を起こしよったっていうことになるから。でもでさ、その矢野秀和さんの話戻しますよ。ここ、5年以内、そこの有馬警察署で頭の中で、後ろ姿を見ただけで、思ったんですよ。あれ？この声って。え、矢野秀和さんまでって、もう、そのね、竹縄っていう名前と、先田、まあ、警察の方では永田っていう名前らしいんですけど、警察手帳の方は。それはそれで僕も見た覚えあるんですよ。けど、店では、半年間ね、さっき田で通してたんですよ。で、店長、まあその人は課長だったんですけど、店長は竹縄っていう名前で通してたんですよ。で、まあ、裁判所での判決があったら一応名前は変えれたりできるんですよ。ただ、それは名前を改名したのであって、その名前で通して生きてもらわなきゃなんない。偽名を途中で名乗るのはなしですよ。本名じゃない名前を。どこの人も。テレビ出てる人も。本当はこれですから、ルール。ね。で、まあまあ、今、まあちょっと自分の件を説明してるんですけども、だから、訴訟費用の救助申請が通って、だから、多分両方とも行政に話が行き着くかなりの部分で、しかも、行政から警察から、ものすごい一面、僕の、よく、ほんの人生の一部の事件だけで、それものだから、だから、で、さらに余計精神病院に入院させて、もうそれが今から、だから2010年か11年かそれぐらいの頃、その春山整骨院の件込みで、周りからいろんなやつが挑発行為で喧嘩を打ってきて、僕はある程度のことはある程度言い返してる。殴ったりとか、むちゃくちゃな怒鳴り声とか言ってないんだけども、ある程度の声では言ってる。相手も喋ってるから、それもこちらも言ってる内容を聞こえなきゃなんないか、ある程度の声の大きさは出す。だけど、大きく怒鳴るほどではない。で、怒鳴ったとしても多分それは正当防衛で通る範囲。そいつらのしてきたことを考えたら。うん、民事訴訟法でも刑事訴訟でも正当防衛ぐらいあるから。それなかったら、だって秀和株式会社で勤務してる時とか、まあ、フルーツラパークでね、僕は二十歳ぐらいの頃もそうだったんですけど、急に全然知らない奴が入ってきても、そいつも髪の毛すると茶髪のやつで、急にボディーブロー入れられて、で、一撃でもう動けなくなって。あ、もう秀和株式会社なんかもっとややこしいやつ来て、もうよっぽど、筋力なかったらできないことなんですけども、握力とね、骨の間に指入れてくるって。今度それをバキとかで、漫画で描き始めて、その骨の間に指入れてこられたのが、2002年か1年かそれぐらい、2000年かそれぐらいの頃。もうだいぶ前。もうよく考えても20年以上前の話、ほんと。人生いろんなところでずっとサバイバル、ほんとに。ほんとほんと。でも、ほんと。とからかいに来て、で、捕まえようとしたら、取り押さえようとしたら、逃げていくやつとか、めちゃくちゃ腹立つから、これ笑いながら言ってますけど、もう本当いろんなことありますから、だからもう本当、ちゃんと審判も本当に、あれはもう絶対ペナルティーキックだから、あれは絶対不要かなが。でも、その審判も、ああいうふうな行動したら、ちょっともうみんな調べた方がいい、本当に。お金流れてるから、これ事実だから。
1試合あたりのお金の金額がやっぱり大きいから。で、あと、まあ、試合中にね、僕は思ったことであるとすれば、エネルギーの残存量もない。で、カタール大会ですけども、正直、イラクの人たちが見に来てるじゃないですか。もう近くの国で住んだらどうせだとそうなるから、イラクで仕上げたらいいじゃないって。イラクのそのスタジアムの近隣の人たちが大体電車でね、来るんだから。そしてその方がガソリンの消費量は減るんだから、電車なんかもともと動かしてるし、まあ予備にね、試合が終わった時よとかで余分に電車走らせなきゃならないですよ。ならないですけども、ね、車両、例えば10両ぐらいの車両で、まあね、座席座ってもらって、で、ある程度ね、まあぎゅうぎゅうまではいかなくと、だとしても、ある程度満員でね、まあ、立って、列車乗ってもらったら、10両の列車でね、かなりの人数乗れるんですから。例えばそれがね、1000人、2000人だったとしましょう。じゃあ、一人一人が1台1台の車で、1000台、2000台で、ね、それを一つの電車でね、乗せていけるんですから。快速とか新快速は、ね、一回最高速度を上げたら、停車駅以外はスルーしていくでしょ？だから、あとは惰性で走っていくから、一回最高速度まで持っていったら、もう、あとあんまりエネルギー使ってないんですよ、本当は。だからエネルギー効率いいから、だからその辺のところが、その車とエネルギー効率が全然違うところなんですけど、あとギア比でね、電力を上げてるから。だからそういうことを考え出した瞬間、日本の選手、エネルギーの残存量問題っていうところ。ホームページ、淡いケースに利益とか、その辺が、それやったらそっち側になってまうっていう、そっち側の価値になってまうみたいな声が電波で聞こえてきて、コンピューターの声なのか何なのか分かんないですけども。じゃあもう一番、世界で今一番重要な問題はエネルギーの残存量問題、もうそれもあるし、もう話めちゃくちゃ合ってんの途中で。その髪の毛、その染めてない人たちばっかり。一瞬スタジアム見たら、あ、もうこれ日本の負けやわって、もう本当は同じケース、今から25年ぐらい前、そのフルーツラパックで、僕が20歳ぐらいの勤務してる頃、ワールドカップの予選の時に同じケースありました。もしかしたら親善試合だったかもしれないし、アジア大会だったかもしれない。何かの、まあ、ちゃんとした国際試合の方だったと思います。親善試合じゃなくて、確率高い方で言うと、もしかしたらワールドカップの予選かもしれない。まあ、その部分で、アジア大会だったんじゃないかな、結局同じパターンみたいな形で。で、まあ、それで、まあ、ここはもう、潔くせなあかんなと。まあ、あとは、もう、その手出してきて、これ。ユニフォーム。いや、もう、そこまで来たらね、僕も見ていて、いや、僕は今度、いろいろ気づき始めたから、いや、この選手、無理やり負けきってるんかな、とか思う。どう考え方もともとか分からんっていう、ややこしい考え方に一瞬なったりもするんですけども。だからまあ、途中からその引き分けの路線に変わって、だから PK のところが審判がジャッジ間違えていて、そこ間違わなかったら、もうまず日本が点取っていた。だから2対2で終わってたはずなんですよ。まあ、試合内容とか状況すべて考慮すると、もうこれドローンで終わらすしかないやろ。なるでしょ？普通に第三者の人たちに全部の話聞いてもらったり、どんな形でね、スポーツの勝ち負け、他のボクシングとか野球とか、もう他も全部そういういろんな部分あるから、それ総合的なパッケージみたいな。もうこんなにややこしいし、引き分けにするしかないじゃないって。でも明らかに、その PK のところ、そこは絶対取らなあかんから、あの審判は調べなきゃなんないっていう話になるし、誰が電波で余計なこと言ってきたのか。で、なぜそれを OK って言ったのか、それちょっと事情聴取しなきゃならない。絶対違うから。もうここ何回も僕言ってるから。みんなが公然と見てる前で、明らかな違反は絶対違反として処理しなきゃならない。そこはもう言い訳しちゃダメ。本当に。理性である程度できるから。絶対。危険なプレーをしてるかしてないかなんだから。そんなに危険なことしたいんだったら、ねえ、命綱なしでの建築業の仕事とか、してみなさいよ。今まで落下してる人たちとかいっぱいいるんだから。今、意地悪で言ってるんじゃなくて、安全性の方が大事でしょっていうことを言ってるんですよ。怪我するよりも。で、最初に、の方に、どちらが最初かっていうと、最初日本の選手の方が、まあ、意図的ではなかったと思うんですけども、その、膝蹴りが、相手選手の顔に、当たってしまったと。
で、そのケースってね、もう僕記事で見てしまってるんですよ、他の国の試合で、膝がね、相手チームの選手に、アジア大会の試合で、どこの国か忘れましたけども、膝蹴りが入ったと。これはやりすぎだろうっていうようなことをね、記事書かれてたんですけども、その分、相手選手からも、やっぱり日本人選手に同じような内容が発生してるんですよ。変な意味で法の下の平等も発生してるから、とりあえず何かあった時にね、その時、イラクの人も、意図的に、日本の選手は、膝蹴りで相手選手の顔を蹴ってきたっていうケースじゃないっていうのは、分かっていただけると思うんですけども、それプラスで、ああいうことは、他の国の人にもしっかり聞いといてほしいんですけども、ああいうような部分が発生したら、もう大抵僕は心の声のその組み立てでね、その法の下に平等っていうのは内容は方法を入れ忘れることなく入れるんで、ああいうのは、ああいう件が発生したら、自分たちも多分してしまうだろうな、そういうケースが出てくるっていうところを、ある程度、覚悟というか、その予防というかね、本当にそうしてしまわないように、気をつけていただいたりだとか、もうね、どこの国も同じなんですよ。そういうふうなケースが書いてこれね、法律の中で、相殺っていうのがあるんですよ。日本語の漢字で、相手の愛と、これちょっと字が怖いんですけども、日本人頭おかしいんちゃうかって思われるかもしれませんけども、殺すっていう漢字を書いて、相殺って言うんですけども、例えば、殺すわけじゃないですよ。例えばね、相手に100万円の損害があって、こちらにも100万円の損害があると。そしたら、イーブン、五分五分。っていう形で終わらすって、そういうふうな内容のものなんです。それが、そういう部分が効いてきてる、出てきてるんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。スライディングとかでも、相手選手の足に、例えばイラクの選手が日本人選手の足の方にスライディング行ってしまった場合、日本人選手も自然と相手選手の足にスライディング行ったりしてるんですよ。その辺のところはちょっとお互いに気をつけていただき、両者ともにそのフェアプレー精神とその安全性っていうのを高い意識を持っていただいたらどんなプレーになってくるかなっていうところはあると思うんですよ。で、あとは日本人選手にはっきり言えることですけども、親善試合ではっきり進めましたけども、髪の毛染めてない人たちが得点して5対0で勝ってるでしょ。で、最終的に1点、取った選手は遠藤航選手で、髪の毛染めてないじゃないですか。だからその辺のところを、だから最初から前田大然を言えといて、頭丸めてるから、コンピューターグラフィックも効かないでしょ。いや、本当に。わかんない、本当に何理由か。その日本人選手。だから、僕から見たら、いや、だから、本当にサッカー選手とかで髪の毛染めてる人とかもいっぱいいるでしょ。で、プロ野球界も髪の毛染めないように、多くの人間を変えていくのに、だいぶ時間かかってるんですよ。本当に。一回、だからテレビとかで流行ってしまったら、世間一般人まで流行ってしまったら、みんなそれが普通の感覚みたいになっちゃうでしょ。それダメだから、本当に。もともと、義務教育でみんな習ってるから、海洋基本法違反だって、髪の毛染めたらダメだって習ってるの、学校で絶対に。髪の毛染めたらダメだって言われてるから。もうそれは習ってるの。だからそこはもう言い訳通じないから、僕の、目次のところに書かれてる、その1年から3年生まで全員男子丸刈りさせられてたでしょ、中学生の時。約2名だけね、学校教育で、その学校の先生がね、髪の毛を丸めていれば、髪の毛染めるようなやつは絶対出てこないだろうと。ちゃんと言ってるんですよ。言ってるのに、何ヶ月か経ってからそれ忘れて 丸めてるんですよ。丸めてるのに髪の毛染めてくるやつが 少なくとも僕は覚えてる限りで2名いました 学校でみんなが だいぶ突っ込まれるから 笑われる。だいぶもう、ある程度先生に突っ込まれたら、あとはもうみんなから突っ込まれる。本当に。だいぶ言われる。で、
別にそれぐらいの根性あってもいいんじゃないの。僕も二十歳超えてからうっかりしていてね、美容院で髪の毛染めるのを勧められて、髪の毛染めちゃって、お金まで払って、で、丸刈りにしたっていう、その、まあ、数年後というかね、その、だいぶ時間経過してからなんですけども、戒めとして自分で丸刈り率先して。それしたら、ね、そこにシーバー株式会社でね、髪の毛染めてる人間何人かいて、ね、僕が髪の毛染めた理由述べたんですよ。動き止まる人間が何回か、何人かいて、僕らもしなきゃならないんです。だからもうその辺は気合だから、本当に。だから、ちょうどいい期間じゃないのって僕からじゃ思うんですよ。例えばね、ワールドカップとか、サッカーに集中しなきゃなんない、本気で勝ちに行く、世界ナンバーワンになるっていう時にね。その時に、髪の毛の髪型うんぬんとか、こだわってる場合じゃないじゃないですか。勝つことを目的にしてるんだから。それぐらいコンピューターが、コンピューターグラフィックで、どんな理由で作ってきたかもわからへんっていうような内容だったら、こっちは丸坊主で対応したのかなって、髪の毛丸めとこう。ね、もうだから、まあ、もうそれぐらいね、根性あるとこ見せてきたらどこの国もよう文句言えないと思いますよ。世界中の国が丸坊主合戦し始めたらどう思います？これね、そう、それがあんまり大したそれすごいなとか思ったりする人と、その丸坊主にすること自体に意味がないみたいなことを思ってる人は、はっきりで自分がする勇気がないだけでしょ。だからその辺は高校野球がしっかりしてるところなんですよ。もう最初からもう、どこの甲子園出場校で髪の毛伸ばしてる人間なんか一人もいないでしょ。見たことないでしょ。一つ一つの試合別に僕は管理しなかっても、コンピューターの電波云々等があるから、そんなやついたらもう多分絶対甲子園出れないと思うの。だってみんなそこまで気合い入れて、ね、髪型なんか気にしないで、丸坊主で、とにかく甲子園目指すんだで、頑張って練習してきて、その中で髪の毛染めてるやつが、いや、髪の毛は染めてるじゃない、染めるところじゃない、髪の毛、ちょっとね、伸ばしてるようなやつが、混ざってるチームが甲子園出てきたらどう思います？お、ね、その後その子はどんな人生になるか分かんない、本当に。本当に本当に本当の意味で。ある意味、他のついついを許さない、ワールドカップの優勝チームになると思いますよ。どうせそこまで腹座ってない奴らがいっぱいいるから、他国で。丸坊主にするぐらいの勇気もない連中。はっきり言って、心が弱い。それぐらいあっさりできるような人間の方が、はっきり言って根性ある。腹座っと。気も座っと。髪の毛丸坊主にするかぐらいで、木も座ってるかなんか、本当はもう一回慣れ始めたら、こんなもん楽勝やっていうことに気がつくから、これぐらい。ねえ、だってワールドカップでね、別の国行くわけじゃないですか。決勝戦まで最後まで残ってる頃には、髪の毛もだいぶ伸びてるんだから、ある程度。丸坊主ではなくなってるぐらいの、状態にはなってると思いますよ。ちゃんと裏付け証拠。ここの国に入国したときに我々は髪の毛そのね、ね、丸坊主で来ました。染めてないですよって。で、ここの国に来てから、理髪店とか全然行ってないですよって。言える。どっちが硬いか分かるでしょ。もうディフェンス絶対めちゃくちゃ硬くなりますよ。もちろん試合中なんか、試合中絶対割れちゃダメですよ。例えばね、まあ、ライジンの試合で言うと、ナスカ天心っていう選手と、MMA の、堀口恭司選手っていう選手が試合をし、2018年かな、それぐらいの頃に試合しました。K1 ルールで、ナスカ天心選手の方が有利だと思うじゃないですか。ナスカ天心選手はもともと K1 の選手で、今ボクサーの方行ってますけども、なんかこの間の記事なんか MMA に行くとかなんか、そんな記事も流れてたんですけど、ちょっと僕もね、もう情報がごちゃごちゃになってるんで、ちょっとよくわかんないんですけども、けどまだボクシング負けてないから、
もう、え、なんで今 MMA 行くんだろうってはよくわかんないんですけども、もう記事の方もよく信憑性があるのかどうか、あの確定的な内容じゃないかよくわかんないんですけども、ちょっと話戻しますね。その那須川天心選手って髪の毛金髪でしょ、で堀口恭司選手髪の毛染めてないでしょ、で総合格闘技の選手なんですよ。でどう考えても那須川天心選手の方がモアイだったしね、K-1 のルールどう考えてももうこれ絶対に那須川天心選手の方が勝つやろうってみんな思うでしょ。1ラウンドと2ラウンド見てもらってたら分かりますよ、堀口恭司選手の方が押してるから。でなぜ途中で試合展開が変わって最終的に那須川天心選手が勝ったかって言ったら1ラウンド目2ラウンド目押してるでしょ。で堀口選手がもうそのね、その髪の毛染めてる染めてないもう知ってる方だから彼もで自分の方がいい動きができてる、もうこの試合は勝てるって思っちゃったでしょうね。リング上でヘラヘラヘラ笑い始めて絶対試合中笑ったらあかんから本当にで、まあそのタイミングだったらその皮膚が動いただけとかね、心の声とかでいいからそ自分でその状況を打開しなきゃならないんですけど、試合中笑わないっていうのはこれものすごくハードル高いんですよ。本当にずっと気張ってる状態じゃなかったら笑っちゃうから、何かの拍子で本当にこれがものすごく、もうこの辺のところが僕はこのスポーツの試合の勝ち負けを取り組んでいて結果を出しているところの大きな要因の一つでもあるんですよ。それなかなか耐えれる人間いないんですよ。本当に。よく考えたらって。声を出して笑ってとかじゃないから。徹底的に追求してるから僕も。で、その堀口選手がリング上でヘラヘラし始めて、ニヤニヤし始めて。絶対ダメだから。どうなったかって言ったら、キックの方だと思うんですけども、いわゆるボクシングでいうローブロー、その、下の、あの部分に蹴りが入ってそんな痛い物理的法則くらった絶対動き悪くなるからじゃあ別に那須川天心選手もね狙ったわけじゃないんですよ。だからこれ神がかり的な力とかルール法律とかいろいろあるから、じゃあもう堀口選手ももうその格闘技の試合なんかでヘラヘラヘラ笑ったらあかんのに、ヘラヘラ笑ったから目の前に那須川選手もおかしなってキックの精度がおかしなってそういうところを蹴ってしまったとか、そういうか笑ってる方が避け方がおかしくなってね、そういうところに蹴りが当たるような形になってしまったのか、もうそれはもう言い出したらきりないか分かんないですけども、結局ねそのねそこから試合展開変わってきて分かりますよ。あこれねサッカー関係の人だったら分かりにくいかな、これ野球部とかでそのそういうボールをねそのキャッチャーの練習とかであれめっちゃ痛いから本当動かれんから格闘技の世界すごいフットワークとか使わんかったらパンチとか結構当たるから無理無理、もうあんだけ痛かったら動かれへんから分かるでしょ。あのサッカー選手とかもものすごいスライディングとかもう足とか痛い時もうのたしまってもう動けなくなる時あるじゃないですか。でその後ね実際ちょっと足引きずっていたりとか、まあ根性でなんとかフィールドで立って頑張ってプレーしたりしてるっていうのは分かるんですけども、けど動きってやっぱり鈍くなるじゃないですか。格闘技の世界とかものすごく大きいから最悪僕の方もそれほら見たことかってなるか、もしくは最悪ほらもうアホなことリング上で試合中にヘラヘラヘラ笑ってるからそれでこっちも面白いなこいつアホなことして笑い始めもうどうしようもなくなるからもう試合中にもそのヘラヘラもう大笑いすることなんか絶対ないんですけども、僕はねその辺のところ徹底してるから、まあその辺のところいろんなところをしっかりとまあ気を張ってもらう。ただ正直昨日のイラクの試合だからちゃんと本当は2対2のはずだったと思いますよ。あの PK があって2対2でもう一回言いますけども髪の毛染めてないと
遠藤航選手いたでしょ。そこだけ、遠藤航選手だけ、ね、しっかりマークされるような形になった。それはそれで物理的な法則で、それはそれでもう得点しにくくなる、得点しにくくなるから。もう、じゃあ、もう、だからもう、髪の毛染めてる女のとこでね、プラス、甲陽病院の件も、あ、じゃあ、甲陽病院の松川と一緒にいた、東野選手。だから、そこ、余計なベンチ作りに来てるのもう見てるから。で、それも言ってるし、僕も YouTube で。で、さ、僕は、隠蔽になっちゃうから、ちゃんとコンピューターも見てるから、データ取ってるから、だから、そう、ちゃんと事務から言っといた方がいい。それ間違えてるっていう。で、やっぱり、センタリングするにしても、ドリブルで、相手ディフェンダーを、抜いてとか、できなかったでしょ。これが本当は正式なルールだから、髪の毛染めちゃダメなの。大人なんだから。各自自分でしっかりと髪の毛染めないことぐらい、自分で拒否しないと。法的になぜそうしなきゃなんないんですかって、髪の毛染めろって。言ってきた方が悪いんですよって。これ絶対的に拒否権ありますって言ったらいいんですよ。ね。こんなもん大人の初歩の、象徴の初歩なんですから。どこの仕事場でも同じですよ。まあ、本当は昨日の試合は、まあ、2対2なんじゃないかなっていうのが、まあ、本当は2対2。まあ、ちょっとその辺のところ、だから、この物事をどう見るかなんですよ。以前もこのパターンなんですよ。審判の方が間違えてるっていうところで、先にルールをしっかりと、固定させておくっていう。スポーツ国際司法裁判所もあるし、何回同じ件してんのっていう話で、そんなね、あともうこれ、おいおいおい、すげえ、あと、これ。日本人選手絶対しちゃダメよ。それするんだったら、あ、こいつら今日負けに行くつもりなんだなって僕は思うから、僕ももうこっちがもうどうでもよくなったら、本当にその試合絶対負けるし、ああいうふうに得失点差もあるから、最低でも1点差にしておかなきゃならないっていう部分で、まあ最終的に2-1にっていう形になっちゃってますけども。だからペナルティーキックのところで、だから引き分けっていうことを強く考えていたし、どちらかというと、コンピューターともそういうことをちゃんと頭の中で考えて伝えてる。いや、これはもうドローで終わるしかない。こんなにも法律違反じゃなくて、どうしよう。なんかこっちもこんで、現場どうなったのって、意図的に髪の毛染めてる選手出してるようにも見えるから。これ上の方で話どうなってるのって。本当は勝ったらあかんことになってますって。 それはそれで話おかしいから。だってね、だから、第三者が聞いたらなんかどうとでも使えるような内容だなって思われるかもしれませんけども、国民がね、税金でね、国民の税金を使ってスタジアムを作ってるから、国民の方がやっぱりある程度発言権あるんですよ。じゃあ日本のファンの人たちは、日本にこんだけスタジアムを作らせておいて、今更上の方で勝手に勝ち負け決めてんの、ふざけんなよって、お前ら金返せって、集団訴訟するぞこの野郎になるんですよ。本当に。本当本当。で、一回ぐらいそれ本当にした方がいいかなとか思ったりするんですよ、本当に。FIFA、海外になんか席数を最初、知ってるから最初の方の話。これぐらいの席数ないと、ワールドカップの、試合のね、行う会場として認めないからとか、そういう話知ってるから、最初の頃の話。それでこんなに大きなスタジアム作らされて、みんなの税金こんなにつぎ込まされてるんですよ、って。わかってます？ついでにそんなにたくさんの席数作ったら、お客さんたくさん来るじゃないですかっていう気がするだけ減るんだから。絶対こっち勝てるから。これがもう長年試合の勝ち負けに取り組んでいて、政治経済からエネルギーの残存量問題も、これもみんなの命に関わることから、何からまでまで天気まで含めて、こんなにたくさん身につけたいと。なんかもう大体のパターンが分かってくる。
だまあ、まあ負けた頃に関してはまあ別に全然気にしなくていい。むしろ僕から見たら選手の出し方意図的に負けに行っての選手の出し方だから髪の毛染めてる人間ばっかりに見えていましたね。ほぼほぼね、なんかね、いや、あのね、だから相手選手もその一応確認してるんですよ。これなんか意図的になんか変な動きしてるのかな。いやいや、一応ちゃんと、日本の選手に得点されないようにちゃんとディフェンスしてるわ。で、日本人選手もちゃんとしっかりと得点狙いに行こうとしてるっていうのは何回も確認して、たまにこれやらせの方向が思ってしまうから、一応そこチェックしてるんですよ。大きい不審な動きがないか、ちゃんとみんな全力尽くしてるかっていうと、両チームともにね。で、それでやっぱりそうなったでしょ。髪の毛染めてない遠藤選手がゴールしたでしょ。まあ、全員丸坊主にしてワールドカップ臨むかどうか、その試合に出るかどうか、多分それしてきたら世界一気持ち絶対自分たちが一歩負けてるっていうこと気がつくから、それ気づかないぐらい正直言うと頭回ってない人は、その人たちは強くないから、それは勝てる相手としてる。いや、もう根性あるかないかとか、潔く認めれるか認められないかとか、それあるから、法律の世界でも。認められへんやつは余計罪もなるから、法廷だって。本当に。全力で自分の事情とか説明して、情状酌量の余地とかをもらわなかったら余計ひどいことになるから。開き直って認めてなかったら、例えばね、その、僕は一回傍聴席で見た内容、窃盗犯、老人。タバコのセットは阪神淡路大震災から、もう10年以上経過してるのに2009年ぐらいの頃傍聴席見に行った時に、セット犯の裁判でね、その傍聴席で、で、その盗んだものがね、まあ、タバコであると。で、まあ、いろいろ問われた時に、その人がね、変な返答したんですよ。理由、むしゃむしゃしていたからって。多分落ち武者とかの武者の方、怒ってたのか、なんか店員とトラブルになったのか、何だか分かんないですけども、そこまではっきりした事情言わなかったから、むしゃむしゃしてましたからっていうことを魔法で言いよって、後頭部しか見てないですよ、後ろから。まあ、言い方でね、その真顔で言ってるの方なんですけども、もう裁判官が、まね、ピシッとした声でね、あなたは常識お持ちですかってこう、ね、その人格破綻者への道がこう、開かれ始めて、タバコ一つえらいことになるから、本当、当分出てこれんようになるから、本当に。そんな人格がめちゃくちゃになってる人間を世間にね、その野放しにしておくことはできないっていうことを言えられるから、本当に。まあまあ精神病院の方だと思いますよ、大体。で、いや、ただ精神病院もね、元暴走族のやつで、もう7年以上入れられてるやつとかいたから、もう、なんかもう警察署の前まで行ってからかったりとか、本気で、何回も。もう絶対偉いことある、そんなことしてた。もう他にもなんかいろいろしてたみたいなんですけども、まあね、ね、本当に世の中想像以上に厳しいですから、いいんじゃない？ワールドカップ。まあ、その辺は、選手の自由ですけども、全員髪の毛丸めて出たらっていう。いやいや、もちろん今これ笑いながら言ってるけども、もうその試合当日とか僕絶対どうせ笑わないでしょうし、で、やっぱりそこまでの話って、いろんな国まで伝わる。まあ、昨日の動画の続きなんですけども、まあ、録画容量が足らなくなって、途中で途切れて、翌日、1月21日に、録画再開しているところです。まあ、途中で、その、録画途切れましたけども、まあ、そういうことです。で、全然違う話ですけども、まあ、
昨日の録画でもちょっとその政府が取り締まられてるっていう件、その加古川の件でね、こんなところまで高速道路でもあっちこっち本当にバンバクリーグで本当あっちこっちで高速道路作り始めていて、でそれでまあ2兆8000億円くらいそこまで行っていいんかい、まあ、今年でね数字出してもらったんですけども、多分会計監査員が情報を回してると思う。会計監査員の言われた通りに数字ちゃんと公表せんかったらこれ捕まるから金額もとてつもないから、まあその100人ぐらいね、そのまあ告訴制度、まあそういうふうなことを言って、まあその時ね、でやっぱりまあそこからいろんなところに情報が回って、それから東京地検が動いて、まあいろいろ摘発とかに動いてっていうことになってるんですけども、その時にね、頭の中でよぎったのが、もしその検察庁とか動かんかったらって、警察機関が逮捕捜査動かんかったらっていうことをその考えた時にね、多分そこの動画でも僕言ってると思うんですよ。国際司法裁判所で例えば、アメリカと中国に日本が訴えられたら、アフリカの国でもいいからっていうことで、もうそこの手柄でいいからっていうことで、なぜエネルギーの残存量問題があるから、高速道路なんか作ったら余計に車の往来が激しくなるでしょ。車の生産台数がもう今昨年で年間8500万台生産してるんですよ、以上で。それも EU の一部の国と南米の、データなしで、南米のトラックとバスの生産と EU のトラックとバスの生産とか、一部の地域 EU の場合はそれは表記されてないですよ。だからそれを組み込んだら1億台近くになるでしょ。あとオートバイとかも組み込んだらもう ほとんどもう1億じゃないっていう生産量になってるから、報道ステーションなんかね、先週、世界中で出回ってる車の台数は、そのバストラックも含めてですよ。で、10億台って言ってたんですよ。ちゃんとしたデータ調べたら、もうどこの国が何台作ったって、もう1の位までね、ちゃんとしっかり出してるデータがあるんですよ。その統計追っていったら、もう15億台出回ってるって。だからもう、そんだけ出回ったら、もう、急に生産停止したところでガソリン車の販売禁止にして、で電気自動車は、補助金なしにしてものすごい高値で売ると、それしたところでそので車はもう出回った後だから、新車とかでもう新車で出回ったら10年ぐらいは絶対乗るでしょう、新車で買った人は。まあ、タイヤ交換とかいろいろオイル交換、まあオイル交換はしょっちゅうあると思いますけども、じゃあエネルギーの消費どうやって抑え込むのっていうことなんですよ。だからもうすぐにしなきゃなんですよ。2024年の4月にもうガソリン車販売停止。で、もうこれも世界中で。で、電気自動車で、もう補助金もなし。もう高い値段って。で、生産量自体が今までね、世界中で生産者いた、その、生産量の100分の1まで落としてもらわなかったら、これもうどうしようもないですよ、本当に。この間 COP28 で、出した目標が2019年の対比で、エネルギーの、削減を 60% を、2035年までに達成しようと。そういう計画が出てるんですよね。この節約せんかったら、こういう極端なことしなかったら絶対無理ですから。で、世界中どこの国も建物を建てすぎてる、そのビルとかね、住む人いないの、本当に。中国でもそういう風になってるっていうニュースいっぱい今まで流れてたでしょ。日本も同じことしてるんですよ、流れてるのニュース。でももう捕まろうっていうこと言ってるんですよ、僕。建設業界の人間、国会議員だけじゃ絶対無理。
建設業界を見せしめにせんかったら、お前らそんな仕事身勝手に受け負ったら、もう仕事取ってきよったら、まかんよって捕まえるからって。口座も差し押さえ、年金も差し押さえ、車も差し押さえ、当たり前やん、そんなもんって。もうそれぐらいしてなかったら、きりないから、本当に。だからまあ、その辺のところは、今後、その警察庁が、まあ、どこまで動くのかっていうところですね。まあ、実際、万博のチケット、それを政党交付金でどうやら買ったみたいですね。で、あそこは記載漏れだとかなんだとか、そういうようなことで。みんなの税金使って万博を誘致してるわけじゃないですか。で、建築業界で働いてる人は200何十万人いると。で、そこからの票が入ってきたりすると。で、それで高い給料を得たんですかっていうことは、まあ今まで僕の YouTube でね、そういうことをもうはっきり言ってるんですよ。もう横領じゃないっていうことで。していいことと悪いことがあるって。だいたい仕事、自分がしなきゃならない仕事分かってないじゃないですかって、国会議員とかって。それで年収何千万もらえる。そんなわけないでしょって。まあ、これが本当の話であって、エネルギーの残存量問題とかあるから、まあ、万博もなくしてもらわなきゃならないし、オリンピックもなくしてもらわなきゃならない。これは世界で。万博という条約自体が国連じゃないんですけども、まあ国際条約であるんですよ。まあ国連の下で国際条約があるという形にはどうしてもなるんですけども、まあ全ての国がね、国連に加入してますから。だからその万博に関する条約を完全に撤廃してもらわなきゃなんない。でも僕はっきり言ってるから、YouTube とかで、チケットを、500万枚確保しただとか、700万枚確保しただとか、結局それ、売らなきゃならないっていうことでしょ？その経団連の会長、徳田さんとか言ってるんですけども、もうこの間も、もうまだアップロードしてないから、もうバッサリ言ったんですよ。いいじゃない、もうあなたたちが破産したらって。それで良い見せつけになるんだからって。成功そこになったらいいじゃないって。全部差し押さえられてって。本当に。世界中どこの国もそれしたったらいいんですよって。もともと万博なんかどこの国も大したものなんか出してないって。ちょっと前のヨーロッパの万博、日本の出し物、食べ物とか和食とか。そんなことせんでって。もともと、ね、海外のホテルの中にね、和食の店とかオープンさせていただいてるんですよ。そんなところに、ね、万博とかで和食の店オープンしたら、ね、お客さん取られるじゃないって。じゃあ倒産するの？ホテルのその和食のレストラン。部門分けされるから。売り上げあんまりなかったら。もうここ、我々ホテルとしてはもう扱わないから、一ね、どこそこの、レストランの店舗として出店したっていうことで、そのまま仕事してくださいよって。あなたたちが持ってきた話でしょって。なるんですよ。だって日本のホテルの中でも、例えばね、どこそこのホテルで、ここのこういう風なお店は、街中の方で、名前が通ってる高級な、寿司店で、ここの和食の店オープンしてるんですよって。なってるところはなってるんですから。すべてのホテルがそうじゃないですよ。だから、まあまあ、そういうことを含めてね、ちょっとサッカーから話ずれましたけども、まあ、世界ナンバーワンになりたいんだったら、髪の毛を丸刈りにするぐらいの根性あるところ、まあ、見せるべきでしょうね。で、この話ね、もう二十歳ぐらいの子僕言ってるんですよ。で、テレビ局のアナウンサーとかにも、もう、一斉放送みたいな形でね、言ってもらったこととかあるんですよ。で、それで、これね、それで優勝したとして、そしたら他の国際代表チームも頭丸めてくるでしょ？で、話がちゃんと整合性合ってくるんですよ。エネルギーの残存量問題。それあるのに、もう国際大会なんかワールドカップ一つでいいのに、だって自分の国でみんな、ね、サッカーでね、飯食わしてくれっていう、いわゆる、プロって何が、どこがプロなのか、税金への食らいつきがプロだったのかの話になるんですけども、これもうはっきり言うと。で、それがあるから、ね、
世界中の国際代表っていう。みんな頭丸めてくるようになるでしょ。仕事でした以上勝ちに行くしかなくなるから。実際お金動いてるから。倒産とかあるから。で、スポンサーがついたらついたで、成績悪かったあれこれ言われるし、お金動いたりするでしょ。金額変わったりとか。それがあるから、みんな勝ちに行くしかないでしょ。なあ、もう髪の毛も全最初から丸刈りにしといたいって。ね、どっからチーム。港川中学校。出てくるやつ出てくるんじゃないですか。丸刈りにしと髪の毛染めてくる。ちゃんとあの、現場でコップラカード用意しといて、自分は本当に髪の毛染めてませんって、そう見えてたとするのであれば、それは絶対コンピューターグラフィックです。会長もうそれしたらいいんですよ、本当に。まあまあ、今音声とかね、足音とか微弱に拾えてる人は拾えてると思うんだけども、もうさっきからね、ここの家の中、あのアリの大胆は常に出入りしたい、あのもうポール今取ってるでしょ、あれ本当はチェーンとかしてあって車入れんようにとかしてるんだけども、もういろんなやつらがね、来てごちゃ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 物事よく分かってないくせ、分かってたら車とか使ってないから、車使っている以上分かってない人間としか扱えない。本当に社会的地位僕より上まずいない。そいつらが自分たちが年齢上なだけで勘違いしとるだけ。大臣と同学、これ本当やから、世界中の政府上層部で通っとくこの話。もう国会で嘘は本当になしやから、大きな会社の会長さんぐらい同格、あと都道府県知事、大臣と同格しちゃって、もうそれ以外の人間はそれより下やから、絶対に。以上。まあ、本当にね、本音で全員丸刈りにしてワールドカップ出場するところ見てみたい。もうその試合に勝つことだけに専念してるっていう、まあ気持ちの方も多分そういう風にすることによって、その方向になると思いますけどね。もう余計なこと考えないで、チャラ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 しないで、とにかく勝つんだっていうことで、ただしそこは、フェアプレー精神。まあフェアっていう意味も本当は公平だから。だからやっぱり、なんかこう、膝蹴りがね、意図的ではないにしても当たってしまったりしたら、相手からも。難しい、本当に。まあ、とにかくね、そういうわけで、まあ、この間のイラク戦、本当は引き分けです。以上です。まあ、もうちょっと忙しいんで、もう動き方になるんですけども、ちょっと言い忘れてたのが、昨日、韓国とヨルダンとの試合があったんですけども、韓国を2点先制された。もともとその、まあ、朝鮮半島とね、台湾と日本は、もともと一つの国の時期があったから、時期ですよ。その前はちゃんと今の日本列島の範囲に日本も収まってたから、まあまあ、戦争なしで本当は朝鮮半島と、日本は、併合してるんですよ。台湾も確かそうだったと思いますよ。で、だからまあ、それはその当時は、西は中国、北はロシア、東はアメリカっていう大国に囲まれてたから、まあ、いろいろ怖かったとか、当時は植民地支配とかあったから、だからそういうような部分で、まあ、小さな国同士で、手を組んでいたっていう部分があるんですよ。だから昔、2002年の頃、日韓ワールドカップっていう形あったでしょ。あれは、1997年、8年にフルーツ・ラバーグで、僕は、その、オバマさんのね、黒人初の大統領の話だけじゃなくて、まあまあまあ、近隣の国から、例えばワールドカップも2カ国で開催したりだとか、それによって、平和的な部分とかだけじゃなくて、いや、その、昔ね、慰安婦問題だとか、徴用工問題とか、それは本当にあったから、で、それで、日韓ワールドカップとか、友好関係で物事を進めようとしてたんですよ。
事実したでしょ、2002年に。で、まあ、途中でまた話がそこまでせっかく持っていったのにとか、まあまあ、政治関係に関わってたら、何回もこういうことって経験させられるんですよ。で、それでまあ、挫折する人は挫折するし、だけども、僕からしたら、今までの歴史を、本当の歴史を知ってるから、水面下とかでどういうふうに動いていたかとかで、さすがに日韓ワールドカップはかなり大々的ですよ。日本と韓国、もう昔のことはもう今の時代は違うからということで、テレビでも1年間ぐらいずっとそれ放送してたんですよ。で、それで日韓ワールドカップしてるのに、なんでまた昔のことをいよいよ言い始めるのって、それ本当は決着ついてるでしょって、最高裁とかでも。韓国の方も。本当に昔のニュース出してくるから、テレビ局。なんであの人たち捕まらないのって僕からしたら。本当に。まあまあ、ちょっと話取りましたけども、韓国は引き分けで終わってる。だから今なんか日本が不利益を被った形になるんですけども、1点損してるでしょ。その1点を、もうこれ今まで僕も言ってきた。日本代表で、あ、その話、思い出した。知ってるっていう人いると思う。その一点の使いどころ、こっちで決めるから。当たり前じゃさ、何そんなの。被害者に決めさせてあげないかったらね、どこでどういうふうに使われるかどうか分かんない一点だったら困るじゃないですか。こっちだって狙いどころあるんだから。こそという場面の一点。以上です。ね、最初から言ってるでしょ。国際司法裁判所の人にしっかりと見てもらっといた方がいい。明らかにあれは PK。本当は同点。以上です。